はい、こんにちは。比較ゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2017やっていきたいと思います。今日もですね、昨日の黒に昇格した選手という動画を出させていただいたんですけど、そのようなですね、そのアップデート情報に、応じた動画の続きで、今度は逆にですね、黒から降格した選手っていうのを紹介させていただければいいかなと思っております。はい。で、アップデートの情報直後からたくさんの方から黒から落ちた選手教えてくださいってご希望いただいてたりとか、あとコメントでもそうなんですけど、ツイッターとかでも結構いただいてたので、そちらをですね、紹介させていただければなと思います。はい。で、こちらの、ね、情報はですね、僕もいろいろ PS4 版のデータと比較して調べたりもしたんですけど、最初にですね、ツイッターで、黒から降格した選手知らないですかっていうツイートしたところ、本当にたくさんの方からリプいただいて、そちらの方々のですね、情報がすごく参考になっているので、まず本当にありがとうございます。はい。で、シュウさん、赤木さん、読み方ちょっとあれなんですけど、ごめんなさい、 SUU_U さんで、TK さん、トリニータさんと、本当にたくさんの情報ありがとうございました。またあのいろいろツイッターで聞くと思うので、引き続きよろしくお願いいたします。はい。で、いろいろ紹介していこうかなと思うんですけど、一応ですね、注意事項として2点あって、まず1つは、一応これあくまで PS4 版の最新版のウィレ2018と比較しているので、正しい情報ではあるんですけど、もしアプリが PS4 版と同じにならなかった場合、その場合は違った情報になってしまうので、そちらだけご了承ください。あとはですね、もしかしたら抜け漏れある可能性があるので、むしろあったらですね、ぜひぜひコメントいただけると嬉しいので、よろしくお願いいたします。はい。という感じで、早速紹介していきたいなと思います。はい。で、今回もですね、エージェントの獲得可能選手から見ていこうと思うので、まずフォワードの部類から紹介していきたいなと思います。まずですね、フォワードは4体の選手が降格になります。で、1人目は、はい、まさかのジェルビーニョ選手。ジェルビーニョ選手は結構使ってる方多かったというか、なんかちらほら聞くんですよね、コメント欄で。で、なんですごく人気だったのかなと思うんですけど、まさかの、噂によると銀まで降格という形になるみたいです。で、まあ、ジェルビーニョスタミナもありますし、瞬発力スピードもあるんで、結構使ってる方多いんじゃないかなとは思うんですけど、まさかの降格という形になります。はい。1人目はジェルビーニョ選手ですね。で、2人目、はい、ムハンマド・サラー選手。はい、ムハンマド・サラー選手は僕ちょっと使ったことないんで、使用感とかわかんないんですけど、今回ですね、2018で降格という形になります。まあ、多分金に降格になるんじゃないかなと思います。はい。で、2人目がガイタン。ガイタンはなんか昨日のそのアップデートの時に、ガイタン、うわーって言ってる人は結構いた、2、3人いたんで、もしかしたら隠れファンの人いるかもしれないんですけど、ちょっと僕使ったことないんですけど、ガイタン選手も金以下に降格という形になります。で、最後はですね、なんとルーニーすいません、ルーニー選手が、まさかのっていうとあれですけど、降格という形になります。まあ、個人的には僕すごく好きな選手なので、まさかルーニー降格するのかっていう形ではあるんですけど、まあ、最近のリアルの活躍とか、ちょっとそのあたりまでも把握してないので、もしかしたらその辺が原因とかなのかなとは思ったりはします。はい。でもなんかやっぱイングランド代表で輝くルーニーとか、マンユーでも輝くルーニーが僕の印象ではすごく強いので、なんか黒から降格っていうとすごく悲しい気分になるなっていうところです。はい。で、フォワード4人目はルーニーという形になります。ということで、以上ですね、4人がフォワードになります。次ですね、ミッドフィルダー行ってみたいと思います。ミッドフィルダーは結構多くてですね、全部で8名の選手が黒から降格という形になります。まずですね、こうしたいって、さすがにこの辺は降格しないですよね。はい。1人目、サンティ・カソルラ。まさかの、意外ですよね、サンティ・カソルラが、金から金以下に降格という形になります。1人目サンティ・カソルラで、2人目はベロンってもう41歳だったんですね。まあ、もうなんか年齢とかいろんなこと考えると、もうしょうがないかなとは思うんですけど、よく今まで黒玉だったなっていう印象はすごくあるので、お疲れ様でしたと言いたいかなと思います。はい。で、ベロンが降格という形になります。で、次がですね、マチュイディ。
マチュイディも合格になっちゃうのかっていう感じではあるんですけど、まあまあ年齢もまあベテランの域に入ってますし、まあそのあたりも考慮されて合格という形になったのかなと思います。で3人目はマチュイディですね。で4人目、この辺すごい続くんですけど、デロッシ、ローマの選手2人目ですね。デロッシ選手も合格になります。まあやっぱ合格になる選手は大体平均年齢はすごく 高くて、まあ年齢的な衰えもすごくあるとは思うんですけど、デロッシ選手が4人目で合格という形になります。はい。で、5人目、パイエ。あ、パイエ好きなんだけどな。フランスガチャでもパイエ狙ってパイエ出してすごい嬉しかったんですけど、パイエ選手も合格という形になります。で、6人目はですね、マスケラーノも、まあまあ、しょうがないですかね。悲しいですけど、多分マスケラーノファンは結構多かったと思うし、バルサスカットとか組んでた人もいると思うんで、マスケラーノが、降格という形になります。で、7人目はですね、はい、スナイデル。うわー、スナイデルもか。僕も結構、まあ、ルーニーみたいな感じで、僕、スナイデルもやっぱオランダ代表とか、そうですね、オランダ代表でまあ活躍してる姿がすごい、あとガラタサライとかいましたっけ、なんかその辺りで活躍してるその選手がすごい脳裏に焼き付いてるんで、いやー降格っていうとなんか時代を感じるなって感じではあるんですけど、まあまあスナイデル選手が7人目という形です。で、最後はですね、バネガも降格になっちゃいます。はい。でこれで8人ですね。改めて、カソルラ、ベロン、マチュイディ、デロッシ、パイエ、マスケラーノ、スナイデル、バネガと、こちらの8人が降格という形になります。で、続いてですね、ちょっと時間もだんだん伸びてきちゃってるんで、ディフェンダー行ってみたいと思います。ディフェンダーはですね、全部で4名の選手が降格という形になります。で、見ていくと、まずですね、フェルトンゲン、まさかのフェルトンゲン降格なんですね。結構その能力値的には黒玉の方でもまあまあ高い方だったので、降格っていうとなかなかちょっと、想像できないというか、まさかという感じなんですけど、フェルトンゲン選手が降格という形になります。はい。で、2人目はですね、ジョルディアルバ。いやジョルディアルバ持ってるから使いたかった、まだ全然使えてないんですけど、ジョルディアルバ僕もこの前なんかのガチャで出て、使おうと思ってたんですけど、なかなか使えなかったんですけど、まあジョルディアルバ選手も降格という形になります。で、3人目が、下行って、オタメンディ選手も今回のですね2018のアップデートで降格という形です。はい。で最後4人目がリカルド・ロドリゲス。一応唯一じゃないか、でもなんか数少ない一突してる黒玉なんですけど、こいつもですね残念ながら降格という形になります。はい。という形で、ディフェンダーは全部で4名の方で、フェルトンゲン、ジョルディアルバ、オタメンディ、リカルド・ロドリゲスと、はい、これらの選手が降格という形になります。はい。で最後ですね、ゴールキーパーは、実は降格組1人だけで、それが誰かというとですね、はい、ブラボー選手。はい。まあブラボーはなんか、まあ僕は特に好き嫌いないんですけど、まあチリなんかあれですよね、チリ代表にも今も選ばれてるのかな。はい。まあ一回名前はすごい聞いた選手なんですけど、まあまあ時代、まあオブラックとか新しく入ってくる黒玉の選手もいるので、まあしょうがないかなというところではあります。はい。でブラボー選手が降格で、一応ゴールキーパーは一応一人だけのはずです。はい。なので、他の選手は基本黒玉維持という形になるので、新しく黒玉になる選手がゴールキーパー2人いるので、まあ単純に黒玉の数が1人増えるという形になるかなと思います。はい。という形で今回ちょっとバーッと急ぎ目で説明させていただいたんですけど、全部でですね、フォワード4名、ミッドフィルダー8名、ディフェンダー4名、ゴールキーパー1名で、全部で17名ですかね、17名の選手が、黒玉から降格という形になります。はい。まあ持ってる方はすごく残念だと思うんですけど、まあ逆に金から黒に上がったりとか、この後紹介していこうと思うんですけど、銀から金に上がったりするパターンもあると思うので、ぜひですね、まあ悲しい気持ちではあるんですけど、そのあたりのゲットも狙いながら、2018のアップデートを備えていただければいいかなと思います。はい。という感じで、
今回いろいろ紹介させていただきました。もしですね、あの最初にも言ったんですけど、追加でこういう選手いるよとかあったらぜひコメントいただきたいなと思うのと、あと僕の方で今銀から金に上がった選手を結構調べてるんですけど、結構意外とたくさんいるんで、もしかしたらそっちはポジション別で紹介しないと動画の時間長くなりすぎちゃうんで、そっちの方がいいかなとは思ってるんで、その情報もですね随時更新していきますので、ぜひまだチャンネル登録してないって方はですね、チャンネル登録してお待ちいただければいいかなと思います。はい、ということで、今回動画ちょっとまた長くなっちゃったんですけど、以上で終了になります。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。